はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、イスクスト2というわけで、な実況をしていきたいと思います。456日目のログインです。キレが悪いというか、また寒い。急にまた寒い。結構、昨日とかすごい暖かかったのに、急にまた寒い。マリさん、この格好いいですね。なかなかおしゃれですね。ありがとうございます。はい。ミリの気分。あからさんか。ふむふむ。アザーズペア。残撃性ガールズ3。コードミネンガールズ3。それ、この時間に動画撮ったのはすごい久しぶりだもん。ありがとうございます。さあ、朝もおはようからいただきました。で、ちょっとね、昨日あんまりやれんかったんですよね。なんかね、ここ最近、なんでしょうね。眠い。眠くてぼーっとしてるわけでもないんですけど、なんかあんまりうまく時間使えてない気がする。まあ、いろいろやってるからっていうのもあるんですけど、だがしかしですよね。よろしくない。よし。ってわけで、ちょっと待ってね。とりあえず今日は緊急報告と、まあ、フレンド枠が今1個だけ空いている感じなのかな。多分2枠ぐらい空くかもわかんないですけどね、もしかしたら。あと、とりあえず、協力戦中は割と1枠だけは空けておきたいような気はしてるんで。だから、あれですよね、ちょっと結構、フレンドさんには若干の、なんだろう。まあ、強制力でもないですけど、ちょっとね、強いてしまうかもわかんないですね。まあ、それでも、やっぱ協力戦はやっぱり、結構スクストの、まあ、結構目玉というか楽しみの一つだと思うんでね。はい、つうわけで私の上位5142、あんまり良くないですね。ここで本来なら4000何位とか、これだとまだ4000以内、4000以内、ギリギリ入ってますね。ギリギリって言いづらいですよね。1200減るんで、こっからね。1200人の方がエキスパート行ってくださるんで、行ってくださるっていうのはあれやけど、3900人みたいなもんですね。だから実質4000以内は入ってるんですけど、もうちょっと頑張りたいかな。ただスコアの目安言ってなかったっけかな。とりあえず1000万。結局、これが欲しいですよね。やっぱスクラッチは全部回収するぐらいの気持ち。で、いずれ3000万をデフォにしたいですね。10連レアガチャ券毎度もらえる。で、だって4000以内入れば10連レアガチャ券毎回もらえる。ね、2個以上もらえるんじゃないですか、だって。てか、まあ、むしろ4000位どころじゃなくなってしまったらね、3000万取ったら、もっといい順に入ると思うんですけどね。で、あわよくば5000万取って完走していくと。毎回ちゃんと完走していきたいと。で、あわよくばエキスパートに入っていくと。なんか言ったらあわよくばって。まあ。はい。そんな感じですね。まあ一応今回はそんな感じでやらせていただこうかなという感じでございますよと。あと何かやることがあるかというと、まあ一応フレンドさんに関するお話をさせていただけますか。ありがとう。はい。というわけで一応ね、選抜のボーダーは一応3枚付近ということにしております。結構なんだろう、一番、要は、50人になってしまった時に、誰かしらやったら1枠を開けるっていうことが、まあやっぱり、多分状況によってはあると思うんですよね。やっぱり結構、動画でフレンドさん募集しますよとか言って、私が1枠も多分開いてないと誰も申請できないというか、そういう状多分飛ばせないとかいう状況になるかもわからないんで、1枠だけはね、常にある程度開けていこうかなと。まあ一応ファイナル入ったら50人フルでいきたいみたいな気持ちなんですよね。はい。そんな感じでございます。なので一応ね、現在は一応3万円付近って書いてますね。だから本当3万円以内ではあるんだけど、50人の中で一番ランキングが低い方はもしかしたらちょっと1枠開けるためにお別れする可能性があるってことを一応ね、伝えております。で、私の ID が 7F930DTF、7F930DTF となっております。で、多分ではないですけど、ファイナルステージ入ったら、選抜終わってやら、もう多分、一応次が2枚付近って書くかな、多分ね。まあ、それでも結構ゆるゆるだとは思うんですけどね。一応またフレンドさんの状況を確認させていただきましょうか。すごい、誠さん、37位。ガチランカーだ。で、結構、すごい方、いつの間にかと、いつの間にかでもないですけど、私のフレームさんも、なんか、だいぶ濃くなってきましたね。なんか、すごいです。すごいです。ノリさんも、なんか、いつも上位にいますよね。すごいです。
ぱちゃんとやっぱりガチな人はやっぱりあの対戦エリクサーもやっぱり使い込んでますよね。やっぱりやっぱコンボのあれが発生率が全く違いますからね。やっぱりねそこまでだから走るときは私も対戦エリクサーをある程度ねやっぱ距離戦中にもぶっ込んでいきたいですよね。一応まあ私は P 上限解放パスのおかげで C か B に、まあ、大体最近 C かな、 B はなかなかいかんですけど、皆さんいい感じですね。むしろ1万円超えてる人があんまりいないぐらいですかね。素晴らしいですね。私が何か言わなくてもいい感じになってきたような気はしますね。すごいですね。あ、KT さん。でも KT さん、良くなりましたね。4万何位だというような気がするからね、前。大丈夫ですね。今一応一枠は空いているんですけど、ナルトルシさんもすごいな。何気にと言っちゃあるんですけど。で、トントン総司令官さんが多分、次のお別れ対象かもしれないです。ただ、この動画、ちょっとタイムラグがあるんだよね。本当はこれ最速で出さないとあんまり意味がない気がするんでね。今日はちょっと2本あげよう。2本ずつあげて追いつこう。倒していただきましたね。はいはい。あ、その2歩方が2歩方してますね。いいことです。でも今2歩だったかな。はいはいって言ったら多分2歩だな。まあ、とりあえず今日中に、一応150レベル150、160ぐらい、150でいいのかなを超えて、まあ、各スコア倍率をマックスにしてですかね。結構仕事の休憩中とかやっぱりちょっとね、やっぱ4倍攻撃を使っていきたいというのがあるんですよね。最悪やっぱり深夜になるんで、深夜はちょっとね、やっぱ人が少ないんで、最悪あの討伐できない可能性もあるんで、自分でしっかりと4倍攻撃をしていきたいかなっていう感じですね。で、やっぱり4倍攻撃するなら倍率が、ね、スコア倍率少しでも高い方がやっぱり美味しいので、その辺は気をつけていきたいところですよね。で、あとここラビっていきますか。いや、まだまだ先が長いですからね。あ、サトカちゃん来たよ。これがでかい。3本3でバーンチ。お、これは結構かっこいいですか。すごいよね、このテクニック。すごすぎにくいよね。浮かせちゃう浮かせちゃうってすごいよね。いろんな意味すごいな。メービルの耐久力もそうだけどね、打たれてるのに浮いているっていう、なんなら全然生きているみたいな。今回はね、かがりちゃんの強化したかったけどね、実際かがりちゃんのあれですよ、もう強特攻なんか拾えた日にはね、もうあの割と全力で走ろうなんて気持ちもあったんですけど、ちょっとね今月残りあとね10日ないんですけど、ちょっとねいろいろとやらなきゃいけないというかね、やることがまだあるので、まあ、ちょっとそうほどほどに張り切っていこうかな。今対戦戦ってるからね、素晴らしい。お、結構収束する。でも葉月さんどうしよっかな。葉月さんの収束するな。そうか、アシストメンバーにでも入れてくれということですか。そうか、編成的にちょっと難しいんですよね。まあ全然あげるものをねつけてあげればそれで解決はするんですけど、で参戦率も 39.5% なんだよね。ちょっと低いな。やっぱこれだね。いや、多分本当にこれなんだよな。火力はあるからね。火力はとてもあるので、こればっかりはやっぱ譲れないか。この火力重視にしてしまったけど、参戦率よりも。でも、2分どんなにアシストメンバーの火力が高くても、参戦してこなかったら無意味なんだよねっていうのはやっぱあるよね。まあ、1人は参戦するんだけど、その5分の1引かなきゃいけないし、っていう話ですよ。難しいよね。実に難しい。あずきさんは9万4000。実際他のキャラよりは火力あるな。で、まだ50レベルに、55レベルにしてないからね、これね。まあ、多分下もそこまで劇的には上がらないんだけど。どうしようかなーって感じですよね。難しいな。悩ましい。でも、そこもさらにここにまたレア特攻、レア名目が入ると、より多分参戦率が下がるんですよ。やっぱレアリティかなり重要だから、収束率が良くてもね、プラス10とかでも、あんま良くないとなって
ってしまうね。難しいですね。ちょっとやっぱ春さんの出番はないかなっていうところですかね。さて、あとはこんなもんかな。なんかやり忘れてるような気がしなくも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 。で、今日が3月24日なんですけど、ね、そろそろね、さとかちゃんのバースデーに向けて、そうだ、三宅テレビになりましたね。そう、さとかちゃんのバースデーがですね、4月6日なんですよね。でもその前に、4月2日、誰だっけ ?4 月2日に確か誰かのバースデーがあった気がするんだよ。あ、そう、あまねちゃんだ。まあ、言うて今回そんなにあげるもんあるかな、さとかちゃんに。まあ、一応ね、溜め込んでるものはあるんですよね。フルーツタルト合ってる？そう、フルーツタルトとかね。デラックスパフェとか。まあ、あるもんあるから、綺麗な花に、この辺全部さとかちゃんにあげちゃいます。ナイス。まあ、メロンパンとかはね、まあ、マネちゃんに優先的にあげていこうかな。じゃあ、サチカさんにもうちょっとあげてもよかったかなとちょっと思っている。あ、また。救援要請は全てに優先する。そうなんですよね。ちょっとエリクサーとかもう少し持っといてもよかったかもしれない。探索エリクサーが若干心もとない。救援エリクサーやりたい。最初に対戦エリクサーはもうちょっと貯めときたい。しばらくは貯めていこうねっていうことですよ。まあ一応、さとかちゃんにいっぱいあげていっぱいお返しもらえるとは思うんですけどね。ふむふむ。あ、そう、あとリコレクトキーね。やっとかんと。あ、リラックスポイント忘れそうだからもう交換しとこう。あ、絶対これは貼っとくと忘れるんでね。あ、UR10% ガチャ券あるじゃん。これだ。ちょっと待って、また最後の方になっちゃうな。できればね、せめて中盤ぐらいまでにはやっときたいんですけどね。それよね。そういうところよ。これは私も探索エリクサーですかね。交換しちゃった。はい。皆さんも忘れずに、一応3月28日までなんでね。まあ、テレビ戦終わるとき、同時なんで、わかりやすいとは思うんだけどね。じゃあ、ちょっと UR10% ガチャ券ラストになっちゃいますけど、引きますか。まあ、また10分で 10% 引いて、喜ぶぜ、っていう感じの、大丈夫。今回どうやったっけみたいな。まあ、もしかしたらレアガチャ券も100度もありますね。あ、じゃあまたちょっと SR ガチャ、確定ガチャ券も忘れて、弾みをつけましょう。そしたらもうぶっちゃけ、結構は、これで、さとかちゃんのこれとかって、多分ね、結構、アビリティに変換してる気がする。あ、そう、あとね、もう少しで、エディスパートが19回終わるんですよ。そんな楽しみなんだけどね、でも、抽選中触れないんで。さあ、じゃあ行きますか、10%。もう連続で 10% 引けたら結構激アツじゃないですか。でも、なくはない、全然なくはないよね。お !3 本線じゃんだけど、これはあってもおかしくない。そう、ビービーになってたんですよね。お、これは見覚えあるか。あるね。めっちゃあるやつだ。はい。さすがに 10% しょっちゅう来たんよね。まあ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 。いいでしょう。夢は見れた。さて、こんな感じですかね。はい、とりあえずね、さとかちゃんの、なんだっけ、なんとかファイヤーフライみたいなやつが真相なんで、いや、私はやっぱりね、もう決めましたから。決めました。完全にね。これどっちになるんだろうね。多分アレウスがサブメモカになるのかな。まあ多分さすがに覚醒したメモカをメインメモカにした方がいいのかもしれないよね。本当はね、この幻想、アレウスの方を、まあ本当はね、覚醒したいんですけどね。収束させてね。まあまあまあ。で、そうするとコスモレクイエムが余るんですよね。余るっていうのもあれだけど。まあ。だから誰かしらにつけていけるわけだ、コスモレクイエム。まあできればね、本人のメモカをつけてあげたいんですけど。背に腹は変えられんということでね。まあ、マルチメモカーとかが理想なんですが。マルチメモカーといえば、このラムちゃんのやつもね、これもね、収束させていくのがありなんですよね。まあ、先にまずランマの、これを99にしていこうという私の野望があります。それだけで参戦率相当ありますよね。1レベルで 0.5% らしいんでね、確か。はい、じゃあそんな感じで今回この辺で、協力戦ね、楽しく、無理せず楽しく遊んでいきましょう。バイバイです。